かを決められないなら両方にする。うわー、うわー、あー、チェルシーが二人びっくり、チェルシーにチェルシー、最高。ありがとうスキッパー。この島にいればなりたい自分になれる。誰だって最高の自分になれるってことね。すごい。もしかしたら最高の自分は一人じゃないかも。すごく面白いね。あの看板が言ってたことを忘れない限り自分のあらゆる面を探ればいい。でも本当の自分を忘れないで。自分を忘れる？ありえない。だって私たちはキューティーズ。これは選択肢の一つ。本当の自分は消えないんだ。ほらね。自分は忘れない。私もやりたい。すごいよ。名前はバナナ。マリブ。お姉ちゃん。私？わあ。うわ、不思議だな。そっか、マリブは猿だって想像したから現れたんだ。つまりあなた、ね、つまり私たちね。試すのって楽しいでしょ。ただあんまり極端なのはダメ。ほら、ピーナッツバターの入ってないサンドイッチなんてありえないじゃない。うん、ピーナッツ。冗談は抜きで気をつけて。島の看板を読んだ？そうだね、今のところ3人で十分。そっか、違うバージョンの自分を思い浮かべちゃって。いろんな自分を見られれば選択肢は広がる。だけど全部試そうとすれば今の自分でいるのが大変。嘘でしょ。を捕まえられる。あー、全員よ。私には無理。でも一人じゃない。チェルシー。お姉ちゃん、お姉ちゃん。チェルシー、自分を思い出して。自分を思い出して。私はチェルシー。勇気があって楽しくて創造的。好きなのはいたずらと水泳、家族と友達。聞いたんだね。もう大丈夫、二人だけだから。本当に私たちだけだ。ブルックリン、スキッパー、ステイシー。嘘でしょ。いろんなバージョンの自分になれる。でも今はどんな私でも友達と家族を取り戻す。さあ探しに行こう。ユニコーンだったことはもう忘れてね。